違う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 前回までのバイオハザードビレッジ、主人公イーサン、いやゴーさん、仲間であるはずのクリスの襲撃により娘をさらわれてしまう。やめとけ。ここは一体どこ。その後謎の村に足を踏み入れたゴーさん、村人や正体不明のクリーチャーライカンとすったもんだ。気づけば四貴族と呼ばれる存在を相手に死闘を繰り広げていくことに。見せてちょうだい。四貴族一人目、ドミトレスクはイーサン改めザ・タッチの兄兄さんがスルッと撃破。いつものデューク。四貴族二人目、ベネビエントはガバガバなガバのガバがガバガバ、そしてガバガバ、もう一つガバガバ。何がおかしい。四貴族三人目の怪人モローはゴーさんの残念プレイが炸裂するも、兄さん&デュークの活躍でなんとか倒すことができた。そして前回、四貴族最後の一人ハイゼンベルクの元を目指すゴーさんだったが、行くぞ。分かってんな。ガバエイムながらも敵を撃破していき、目当てのアイテムをあっさりゲット。頑張ったよ俺今。考えろ、これは番組だ。サクッとクリアしてどうする。だがまあいい、ハイゼンベルクは目前だ。なんとか年内に四貴族を倒すんだ。戦力外通告の対象はガバの野郎だけじゃないぞ。聞いてるか、アジの開き芸人。おい、誰がアジの開き芸人だ。あ、アジの叩きもあるよ。あるよ。アジの叩きも。あ、来た。前回は宇宙海賊がなんとかレリーフの鋳型と歯型の鋳型、歯型じゃない、歯車の鋳型を入手したこと。間違ってませんか。うるせー。敗者だろ。逆切れした。怒ってる。前回ゴージャスさんがなんとか、レリーフの鋳型と歯車ですね、はい、歯車の鋳型を入手してきました。歯車ですね、歯型じゃなくて。見逃した方はですね、ぜひアーカイブ公開されてますので、はい、本当ね、初っ端からすごい大声出すゴージャスさんをね、見ていただければと思います。はい、はい、ということで、はい、今回は前回から少し進んだ地下3階のデュークのお店から、うん、鍵の鋳型、こちらを入手してですね、はい、カズヤさんのお店に戻るまで。誰がカズヤのお店だ。あんな太ってないだろ。今日こそ緊張感持って挑め。あ、わかったか。今日こそノーダメで言ってやるよ。おなんだよ。これに対して受ける人がおらへん。なんだよ、謎のままさやさやで。おいや、こっからカズヤ。カズヤじゃない。最近あのゲーミングチェア買ったんで、あんな感じです、ね、家では。行ってくれよ。こっちですよね、こっちのことですよね。うん、ここ。はい、行ってきます。はい、ハンドガンだね。ハンドガン。いや、もう後半だから結構強いよ。はい、ああ、そっからね。ここのことですよね、こっち。基本くらいな、うん、僕はもうゴージャスさんに繋がなきゃいけないので。そうそうそう、このままもうガバはもう見飽きたから。はい、おいおい、これうん、わゴージャスさん、どん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 、これゴージャスさんですか。これゴージャスさん、お笑い兵器ですからね。量産型ゴージャスさん、量産タイプですよ、ゴージャスさんは。なんかいるな、落とするよ、なんかいるな、いるよ、いるな、いるいる。お前らの内輪もめ知るか。
ナイス。ナイスナイスナイス。まだいるな。まだいる？はい。作業中。ナイス。はい。へっしょ。ノンガバだね。おっと。何ですか今の。いや、まだ生きてん、まだ生きてんのかなと思ってちょっと。本当？オーバーキル。煽りプレイじゃない。煽りプレイじゃない。やばいな。オーバーキル。オーバーキルじゃない。オーバーキルじゃないでしょ。やめなさい。うん。お気持ちはまだ生きてんのかなと思ってたんですよ。この辺なんかありましたっけ？あ、ここ。え？こっち。ああ、なるほど。はいはいはい。アイテムを、ね。鳥籠。はい。ここですね。あ、い、はい、いますね。やだね、いるね。はい、あとどこにいるんだろう。どこにいるの？え？あ、いるいるいる。はいはいはい。ね、はいはいはい。ナイス。で、バレた？気づいてくれるのかな？来た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 。危ねえ、ナイス。危ねえ。いいね。はい。おいい。倒した。ノーダメですね。はい、まだノーダメ。はい。まだノーダメ。ノーダメノーガバ。いいよ。そうですね。はい。ガバなかなか難しいんで。あの敵が密集する中間を抜いていくのがガバだから、うん、そうですね弾が逆にね、はい、あれは普通の方できませんからね、はいはいはい、あれもプロですから、あれもプロなんでしょうね多分、はい、どうしよう、下降りて、はいはい、これはどうします、取ります、これ何、なんかあれなんですよ、何これ、一回ゴージャスさんに残しといてもあれだから壊れるの、はい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 、あ、ゴージャスさんに使われるよ取ったらゴージャスさん俺んだからね、今のはやばい、行くよゴージャスに使われるよ、子供をしつけるときに使う文句みたいやめなさい、あ、ここか、それ取るとゴージャスが来るよ蛇みたいに言われてる、おお、綺麗にね、分かってんな、抜けるんじゃない、お前は抜いた、あ、お前はここだ、これちょっと結構危ないです、ここ、ここはめちゃくちゃ危ないです、なるほど、おお、しっかりといや、いけるかな、アイテムも集めつつ、はい、いきます、ただそうだね、惜しみなく銃弾は使っていった方がいいよ、はい、おー、リロードしてる、うつきまんまやばっ、ハート隠された、やばいやばい、一発目、ハート、ハートを隠された、やばいやばい、そこじゃない、そこじゃない、やべーやべー、あ、あった、これ当たった、そこじゃない、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、一回一回一回、ナイス、ナイス、ナイス、まあまあね、ガードして、あ、隠されてる、うわー、これ、あー、あー、危ない、おお、待った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 、ちょっと待って、今、今どう、ダメ、あ、危ない、危ない、あー、もうどこがもうダメだよ、どう、まだ大丈夫、まだ大丈夫じゃないだろ、まだ大丈夫、血だらけです、ちょっと待った、うわー、あー、いや、なぜだ、なんでだ、ちょっとなぜ失敗したのかな、ちょっと待ってよ、ちょっと焦りが、これノーダメ無理だよゆっくり言ってください、ちょっと何がダメだったか、いや、明日までに考えてきて、ナイス、いや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 、違う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 、いや違う違う、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、続きません、違う、ちょっと待ってやだやだ、もう一回やりたい、いやー、すいません、お時間が、あれ、そう、惜しいね、あれ、今日はあっと、今日どうしたんだ、ストレスが、ね、ガードに関してはゴージャスさんの方が上手いよ、慣れてるから気持ちの乱れかな、
あれ外してるね。ああ。ナイス。ちょっと待って、チャンス。さあ、あやなちからツイッターで相手も双子かと言われておりますよ。本当だ。本当や。おい、いじってんじゃねえ。俺もでも将来どうせならこういう風に改造されたいね。くそー、もうダメで行きたかったのに。いや、弾も結構使ったよ。やっちゃったよ。全然ダメだった。急に歯車がね、はい、噛み合わなくなりましたね。そう、ちょっとそうですね。いや、おかしいな。ガバのガバとは言わないけど、うん、ガバのガバぐらい言ったよ。いや、ガバのガバ言ったか。ああ、ちょっとこうみんなもびっくりしてます今。ご覧の皆様も。マジっすか。はい。ノーダメとはと。いや、もうちょっと広く使えばいいんだよ。フィールドを。あ、歌歌ってる方もいますね。なんて、あれ。違う、そうじゃない。ちょっと思ったのと違ったな。大丈夫。あとここから落ち着いて。うん。OK。落ち着いて距離を取るということがやっぱできなくなりますね。焦っちゃうと。いや、ちょっと、ね、一発目外しただけでね、ガード下もまあ近づいてくるからね。光ってる部分も。いや、そう、やっぱ一発目をあれパンと当てて、うん、膝つかせてあそこをトントントンと打って、でちょっと走るっていうのをやりたかったんですけど、一発目のライフル外したのが痛かった、ね、あれでも全て狂いましたね。隠してたもん、はい、胸のあたり。かわいいよね、あの作業。かわいい、ね、うん、ちょっと本当はここを動かして、うん、あのこの中行くとあの玉のね、うんうんうん、あの鋳型があるんですけど、ちょっと、うん、今回は省きます。なんで省くのよ。じゃあなんか あれがもらえるんですよね、あのね、あの玉、鉄球転がす。あ、やばいやばい。あ、怖い。あー、おー、ナイス。ここでガバ出ちゃったらね、もうめちゃめちゃに、まずいですね。本当だ。今とかゴージャスさんにやらせらんない。で、ほんとこっちにも相手もある。いや、これはすごい面白いところですもんね。気をつけてね。アンナさんがこれはゴージャスさんの呪いじゃないかと。あー、ね、やばいな。かけれますもんね。差別化してやってきたんだよな。差別化して、差別化して、あんま食らわない方みたいな。もういや、でももうほぼ同じになってきてる。白いか白くないかの。いやいや、そんなに。はいはい、ここ上がって、えっ、よいしょよいしょ。おお、で、なんかあんだっけ、はい、ある、いいね。で、後半スムーズに来てますね。うんうん、いや、まあ敵が出てないからね、後半ね。まあね。そうすりゃ何もかも終わりだ。あのガキもこの村も全て。いや、本当はやっぱりね、ちょっと俺がローズの力を使ってミランダを殺す。この後ハイゼンベルグと戦ったりするから。バカな親父だ。あのガキの力を知らねえのはお前一人だけなんだよ。ローズやってみろよ。で、これですね。はい、おお、はい、鍵の鋳型、鋳型取りました。取りました。これが目的のやつ。うん、ここ上がって、はい、で、まだなのか、まだなのか、はい、ここで、おお、お、先にちゃんと起動させてから取り、無駄のない動き、無駄のないですね。嫌いなんだな。で、ここで待ってれば、
こっからどんどんクライマックスに、はい、うん、そしてただいま和也おかえりおかえり拓也すげえ面白いへそしてんな兄さんおかえりよく頑張りました。いやちょっと思った感じと違ったなまあ今後のね扱いなどはねあの追ってご連絡させていただきますのでやだマネージャー経由でお話が聞けると思います。やだ解雇だけはしないで解雇の前にぜひあの和也も使っていただいて一度そうかもう試しください。そうかもう一つ弾が残ってんやね。もう一機残ってます。もう一機